海と日本プロジェクト in 三重県、推進サポーター木所あゆねです。見てください、この綺麗にライトアップされた灯台、素敵ですよね。7月15日、志摩市にある大王崎灯台がライトアップ。いろいろな屋台の出店や音楽イベントでたくさんの人が訪れていましたよ。さらにこちらで行われた大王星空映画祭では、綺麗な星空の下で映画も楽しめました。今回のイベントについて教えてください。大王崎灯台の新たな一面を見ていただこうと、1年前からやっています。素敵。でこの一帯を全部リビングとして考えていただきまして、来場者がここでくつろいでいただけるようなイベントになっております。田中さん的な大王崎灯台の一押しポイントを教えてください。やはりもう灯台を含めたこの景色ですね。もうあの地球が丸いっていうのを全て感じていただけます。で今回は夜なので、はいはい、灯台と合わせて満天の星空も楽しんでいただけると思います。素敵ですね、はい、今回ライトアップがいろいろなカラフルな色ということですが、もうコロナが明けて皆さんも気分も明るく、灯台もいろんなカラフルに明るくという意味でさせていただいてます。ありがとうございます。心もカラフルな気持ちになれますよね、はい、大王崎灯台、今後どのようなイベントをやっていきたいですか？そうですね、灯台の隣にある空間を使ったカフェとか、そこを使ったキャンプ事業ですね。あと志摩市には同じ灯台がありますので、あのり崎灯台、そことのコラボをやっていきたいと思います。ここ観光地でもありまして、うん、今地元の方も集う場所でありますので、灯台を中心として地元の方と観光客が交流できるような場にしていきたいと思っております。素敵ですね、はい、ありがとうございます。すごい数のキャンドルです。これ総勢何個使ってるんですかね。すごい、すごい綺麗、竹に花火が上がっているみたいですね。これ多分手作りですよね、職人技だなと思います。見えてきました、ライトアップされた大王崎灯台。灯台見てどんな思いですか？去年はライトアップが青色だったけど、今年はカラフルだから気持ちも明るくなりました。道全体が明るくて心もとても癒されました。泳いだり魚とか見たりするから、ゴミとか捨てたりしないように、しっかりきれいに海を保てたらいいなと。それでは灯台に登っていきたいと思います。螺旋階段になってます。あ、猫ですね。キャンドルが可愛くデザインされてます。こういうのを見ながら登るのもいいですね。あー、海と夜景いいですね。素敵な気持ちになります。海と日本、チャンネル登録よろしくお願いします。